皆さんからお寄せいただいたビデオを紹介するマイビデオのコーナーです。今日は2本ご覧いただきます。まずはこちら、安倍川でラフティングをしている様子を撮影してくださいました。焼津市の米沢秀春さんからお寄せいただきました。ラフティングとはゴムボードなどで川下りすることです。米沢さんは13年間続けているそうです。荒れた川の中どのように撮影したかというと、米沢さんご自身のヘルメットに防水ビデオカメラを取り付けて撮りました。そしてなんと両手にはパドルを持ち、舵を取りながらの撮影だったんです。米沢さんは川の流れが非常に速く力があるため、ラフティングには強い心、素早い判断力、瞬発力が要求されますとおっしゃっていました。米沢さんはこのラフティングをした次の日、両足が筋肉痛になったそうです。相当力がいるんでしょうね。米沢さん、ありがとうございました。